どうも皆さん、ティックでございます。早速ですけど、前回続きからやっていきたいと思います。もうね、エピックかなり強くなってますんで、もうお金稼ぎつつ、もう寿命がね、正直結構迫ってきてるはず。あとプラス2歳は生きれないです。あと多分1歳生きれたらいいとこぐらいなんで、ちょっとね、お金稼ぎつつは稼ぎつつなんですけど、上目指すかと思ってます、今。まだ能力値の伸びはね、悪くないんですけど、ちょっとね、上目指してみても面白いかもしれない。もうちょっと上を C ランク入ってもいいかなという気はします。まあ、ただ C ランクの大会で常時こうバンバン戦ってお金稼ぐようなキャラではない。それはまあ正直事実なんで、ちょっといっぺんどっか飛び入りで C ランクの大会出てみるっていうのもありなんだよね。1個上のランクは出られるんですよ、ドーブル大会杯とか。こういうね、1個上は出れるからね、出ても面白いんだよね。出てみますかっていう、こことかね。まあ、ちょっとさすがに何にもね、得点がないとね、クソなんで、その次の月にあるやつ、一遍 C ランク出て様子見るっていうのありなんですよね。はい、受けて、完璧。そのためにもね、確実にこの避けれるっていう能力をしっかりと鍛えておく必要があるわけですね。避けですよ、避け。もう全てに通ずる。当たらなければどうということはないということですね。避けて避けてということでやっていきましょう。さあ来い。 C ランクは強いですからね、正直かなり強い。 D からこう一線かす感じがあるんでね、かなり強敵揃いですけれども、休みましょう。 C ランクこそね、ちょっとね、モンスターファームの中でイベントがポポッと続くんで、あのこのモンスターも育てるの半分諦めるというか、そのイベントに備えてのちょっと育て方もしたいところなんですけどね。もうちょっとライフを伸ばしたい、正直。体力があまりにもなさすぎるんで、もうちょっとライフがないとね、しんどいですね。よし、とりあえず OK。でもライフがな、伸びにくいからな、こいつな。伸びにくいからね、修行で伸ばすのが一番いいんだけどね。最高。食べさせて。でまだ結構上がるね、回避ね。まだ10とか平気で上がるから。強いね、本当に。だいぶ特化させてるっていうのありますけどね。特化させないともっと大変なんですけど。カウレア記念出てみるか。いっぺん行ってみましょうか。D ランク。ねえ。お金稼ぐいいチャンスな気がする。来い。OK! さあ、どうでしょう。成功ですね。完璧。回避率も上がってきたし、そしてくしくも大会の前日に休ませるタイミングが来ると、くしくも。いきますか。さあ行ってみますか。これ結構賭けですよ。ボコボコにされる可能性あるんでね、行こう。どれぐらいの C ランクの強さだったら、攻略本に一応 C ランクのモンスターの強さ載ってんですけど、俺はそこは見てない。あえて見てないわけです。さあ来いよ。テレンテレレンテレー。よし、行くか。いざいざ、いかん。しゃあ優勝目指して頑張ろう。当たり前よ、お前。いつでも優勝目指してんだよ。ヒョウウェイ。あ、めんどくせえのいるな。結構めんどくせえメンツだな。まずこいつは回避が高い、一匹目。次も回避高いんですけど、回避高いやつ2匹続いた後、回避系、回避系の後、HP 系が来ますね。ほら、めっちゃギリギリでしょ？こっから一気に強くなりますよ。ほんとに強いんでね、ここら辺から。さあ、来た、いなり！あぶねえ！こんな野郎先行か。ブリザード当てたら勝てる。当てたら勝てる。当てたら。外したら負ける。鍵爪やばそうだな。先週間のところに行きたかった！あぶねえ！一個前に行きたい。ちょっと待って。離れろよ。先週かっていう真ん中の炎のマークのあそこに行きたいです。勝った、嘘だ、削れ削れ、よし、オッケー。危ねえ、ダメだ、 C はまだダメだ、これ怖い怖い怖い。こんなんリセット出してきた、死ぬ死ぬ。強い強い、氷へは勝った。よし、あ、めっちゃめんどくさい。こいつもね、次のこのこれオフリーってやつもね、こいつも回避系なんですよ。こいつはね、ゴーストってキャラで、もうなんだろう、例えば伝説のモンスターって言えばいいのかな、結構ね、ワンの時とか隠しキャラに当たるやつでした。モンスターを必ず一匹殺さないといけないんですよ。この命中率ですよ。
これ当たった死ぬぜマジ。先行かけろ嘘だー強い受け取れよしオッケー危ねーセーフセーフ威力の低い技で助かった。丸連打もう絶対ね打ってくるの分かってたんで丸連打してたんですけどね。危なかったぜ当てたところがないっす。よしよしやっぱ500は欲しいな。最低でも500だな。命中とかこいつはね弱くないけどめんどくさい。すげえライフがすっごい高いんですよ。だから生半可なダメージは死ななくてで技も結構ガッツダウンしてくるんですよね。で回避と命中が地味にあるところがすごいめんどくさい。地味に避けられるネズミ花火当たりたくない。これは やばい。オッケーオッケー。とりあえず削るか。とりあえずちょっと削ろうか。よしこれでタイムアップしても勝てる。よしまずねまず1回削った。危ない危ない。結構命中率あるぞ。これ注意しろ危ねえぞ。結構危ない。離れて撃とう離れて撃とう。撃てブリザード。あーやるな。まあさっきまでさっきまでかなり当たってたからな。さっきまで戦闘で危ないってちょっと地味にガッツダウンされるでしょ。これがねめんどくさい。いやエピックはまだねガッツ回復早いんで早いんでまだいいんですけどね遅いキャラでこれやられるとねもう腹立ってくるんですよね。遅いキャラでやるとやばい。これ当たるだよ。危ねえ。こいつはねただのイモムシじゃねえんでねちょっと危ないんですよ。かなりデンジャラスなイモムシなんで。レギターでいこうか。あ嘘当てろ。なんだあもうあやばいやばい。もう時間来てる時間来てる。ラッシュかけろラッシュラッシュかけラッシュかけ。相手に打たすな打たすな打たすな。危ない危ない意味不明。結構する危な。勝った勝った判定やけど。もともと KO のつもりなかったから。やっと C ランク勝てた。奇跡。ちょっともうちょっといかない。これ無理だわ。これ強い。よし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 。よし。まあ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 実力はね五分ですよ。正直運ですね。負けてた可能性は十二分にあった。よしよし。エンマー関のかけらはね実はねいろいろ隠し効果もあってね、これはね合体の時残しときはねいいことは多いんです。いいことは多いんですけど、まあお金の方が嬉しいかなっていう気はするね。よ悪くはないんですけどね。でも500円とか1500円で売れたりするわけですからね。結構大事。地味効く。OK! よしよし、ライフ150乗った。いいね、いいね、いいね。いやー、一つ。遊ばせない。甘いんで、今。今、すごい甘くしてるんで、ちょっとたまには厳しめにします。ちょっと超出来合いっていう、すげえちょっと、甘やかしすぎぐらいなんで、今ね。ちょっときつめでいきます。ロイヤリティが上がんないのは甘やかしすぎてるから上がってないんですよ今実は。なんでもうちょっと厳しくしないとダメなんですよね。さあ売ろう。まあ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 500円か安いな。これも500円売っとこ。よし OK ですね。次これ開けてすぐの大会にも出れそうなんでそこも出していきましょうか。まあ D ランクはもうね正直モンスターに多分任せる自動オート戦闘でも多分勝てる気がする。相当適当で大丈夫だと思います。さあ来いよ、ジャガモドキ即ジャガモドキ何でもジャガモドキ。ジャガモドキ万能説。ジャガモドキは世界を救うよ。よっしゃ公式戦は絶対出んだぞ。絶対出ない。もうマジ死ぬ死しかないもん。修行か。あー修行いいね。ちょっと修行は出したい気もするな。出したい気もするね。双子の水差し杯出れたらいいから、ここ出して、本当は修行ってね、一周目に生かすのがいいんですよ。なぜなら、餌は食べさせられるんで、確実に。一周以外に生かすとね、餌をね、食べさせないんですよ。だからなんですけど、まあまあいいや。来いよ。てけってけけってて。よーし、行こう。ボコボコにしてやるからな、この野郎。よーしゃー。よっしゃーっつってやってやろうじゃねえか。いくぞ俺の圧倒的強さを見せてやろう。まあなボコボコだぜ。見てさっきのやつとのこの弱さの差。
スリートボム可愛いですよね。これ爆系っていうキャラなんですよね。俺も好きなキャラです。すごく好きなんですけど、まあ、ガッツ回復マジ遅い。この2機を比べてもらったら分かりますけど遅いんすよ。つまり一発もらうと終わりなんですよね、相手は。さあ終わるか、はい、よいしょ。まず牽制してガッツ余ってんで、本当はブリザードでよかったんですけど距離があれやったんでもったいないんで、もう一回打っとく。よし、オッケー、じわじわ削っていくよ。まあ、本当は霊気なんでも削れるんだよね、もうここまで強くなったら。おっと危ねえ、ガッツがもったいねえから。あ危ねえ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 、後始末、後始末されちった。強い、やっぱり攻撃タイプやからな、完全に撃とう。はい、シャオラー、ザコは黙っていなさい。まあ、結構タンク型ですよね、体力も高いしっていうので、なかなか重戦車タイプのキャラクターで面白いですよ。こういうね、露骨にもう命中率伸びない重戦士タイプがキャラも当たれば強いっていうので、まあ、リセット縛りにはかなりきついんですけど、リセット縛りやったらちょっと頑張って命中上げないといけないんですけど、そうじゃないときは結構ね、あえて命中下めでやって、この爆地感を楽しむっていう楽しみ方もありますよね。大技でドカンと倒すみたいなキャラ。実際に多分このモンスターファームの世界にいて、俺こういう大会行ったらこういう当たれば強い大技持ってるキャラの方が応援しそう。自分のエピックみたいな今のこういうキャラ多分ね、あんまり自分は好きじゃないと思いますね。さあ行きましょう。まあここは余裕だな。これ分かります？ウィンストンっていうのは同じライガー系なんですけど、ちょっとエピックの方が大きいでしょ。ウィンストンってやつより年取ってるからなんですよ。もうだからエピックは大人なんですよね。ウィンストンは大会参加してる時の年齢を大人の手前ぐらいの年齢におっと設定されてるってことですね。避けやがったなこいつ意外と。うっそ当たった、まずいね。これはこっちも一回絶対当てないから。危ね、これ一気に踏み終わった後ブリザード当てるぞ。はい、避けた、うまい。さあちょっとピンチですよ。まだ焦るな、一発当てたら勝てるから焦るんじゃねえ、絶対焦るな。焦って技を連発するとガッツが下がって相手の思うつぶやから。ここです、なに、やばい、これはそうそう、やばい、当てた、よい。こういうことが起こるわけですよね、この謎の確率の壁謎の確率の壁、なかなか超えれないんですよね。避けられるからかなりね。よし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 、さあ来いよ。イエス、優勝。まあ D ランクでは俺の敵になるやつなんだ、誰も存在しないということだよ。あらっす、あらっす、初期あらっす、あらっす。そんなバナナです、そんなバナナはですね、このモンスターファームにはですね、強くなるとモンスターファームっていうゲームはですね、オール全ての能力値999、まあ、マックスというですね方法があるわけです。で全部の能力を999にする方法は何個かあるんですけども、その中の一つがそんなバナナです。そんなバナナっていうのはね、すごいね、何かが起こる不思議なバナナなんですけど、よしよしよし、 OK、遊ばせるやろ、遊ばせね、遊ばせね、断る。よし、 OK、 ロイヤリティを上げていこう。時に厳しく甘やかすだけが全てじゃない。ほらロイヤリティすげえ上がった、59やってやべえね。いいよいいよ。で続きですよ。そんなバナナは結局ですね、使うとロイヤリティと寿命を変動させるという効果があるんですね。でロイヤリティが増えてると寿命が減ってるんですよ、このバナナ。これロイヤリティと寿命が廃反の関係で入ってて、食べてロイヤリティが上がる効果が発動したら寿命が下がってて、ロイヤリティが変わってなかったら何も変わってなくて、でロイヤリティが減ってたらなんとね、寿命を伸ばせるんですよ。ただし一周だけなんですよ、一周しか伸ばせない。さてと、技がね、力技がいらないんですよね、俺の今のこいつには。まあ後々のこと考えて覚えさせててもいいんですけども、ここは雷撃を覚えさせていきましょうか。ガッツダウン技いきましょう。行くぜ、出さなくていい、よし行くぞ。さあ今回はここ新しい修行帳ですから、まあゆっくり見ましょうか。でん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 、猿競争、さあ猿と競争ですよ。賢さどこに使うねんっていう気がしますけどね。避けて余裕かわしてっからダメなんですよね。おうまい、さあうまいブロックが入って、うまいブロックが入る。猿おこですよこれ、今これ猿目おこになってますから相当怒ってます。ほら、よし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 、技覚えましたね、 OK、 まずいい感じ。さあ次行きましょう、崖ジャンプ。
飛ぶんですよ、飛ぶ。あそこですね、崖の先。あそこまで道がないと。相当ないわけですよ。ここ飛ばんといけんと。さあ、ひらめきましたよ、ひらめきました。さあ、さあ、バネにして飛んだ、素晴らしい。賢さ関係ねえけどな。全然関係ない。どっちかっていうと身体能力系ですよ。ライフがあんま上がらんかったね。辛いね。岩穴脱出。はい。上にね、出口があるわけです。塞がってると。で、頑張って。はい。オーブない。開いたね。そして、素晴らしい余計。さあ、これで上に出れるようになりました。オッケーオッケー。多分ね、全部成功しますよ。これ。こんだけ賢さ高かったら。さあ、打倒巨ゴリラ。さあ、さっきの猿がいるわけですね。猿のやつが余裕かましてんだけど、お父さん登場。お父さん登場ですよ。激おこのお父さんがね。背中、後ろ向いた瞬間に攻撃するこのずるさ。ずる賢さ。真正面から戦ったら勝てへんのかって気がするけどね。もう、あれで、モンスターファームのモンスターよりもある意味強いゴリラってやばいよね。どんだけやねんっていうね。今の完全に見えてた気がするけどな。おっと、危ない。後ろ入って、殴る。ゴリラが怒ってる。倒れた、ケツ噛まれただけで倒れた3回。え？倒れた。さあ、野良もんですね。プラント型か。プラントの貝が出てきましたね。さあ、今回も野良もん戦はあるようです。お金を稼ぐチャンスですけども、まあね、強い相手だったら危険します。弱いやつやったら勝ってお金にしますけどね。さあ、こいつはどんなぐらいの強さが出てくる。来いよ。バッドガイア。バッドガイアあら。あ、いける。これは勝てるわ。よし、行こう。首切りそう。よーし、首切りそう。ぶっ倒せ。電撃入った。これが覚えた技ですね、新しい。近距離も賢そうだ。これで入りました。いいですね。これで全距離対応。この電撃は使い込むほど新しい技を覚えます。次の技を覚えるのには50回使わないとダメです。さあ、力技で削っていきますよ。おっと !4! 弱いね、やっぱり。このモンスターはプラントって言って、寿命がめちゃめちゃ長いモンスターです。で、2はね、弱いです、正直。この2はすごく弱いんですけども、実は弱い理由があって、1がめちゃめちゃ強かったんですよね。1の時すっごい強かったんで、2に入って弱体化させられてしまったかわいそうなモンスターです。まあ何匹かそういうモンスターいるんですけれども、その一つですね。本当に1の時は強かった。さてと。まあ軽く倒したということで、新しい技を覚えてお金も入ってきて、一石二鳥だね。はやないけど、このロードが長いのはやっぱりね、昔のゲームやね。最近のゲームやってると、ロードはやっぱ長いなと思うもんね。さあ来た。よくやったね。さあ帰ろう。帰りましょう、帰りましょう、帰りましょう。お家に帰っておいで。褒めてあげる時間で。よしよしよし。またやったぞ。おう、賞金選球。さあ、出発前の金戻ったね。素晴らしい。ワウワウ、完全に犬、完全に犬化してしまったエピック先輩。だいぶ疲れてる。休ませる休ませる、任せとけや。技チェックしてからだよ。技チェックしてからだよ。さあ、これですね、電撃。あ、弱いな。威力も弱いし、命中も低いですね。まあ、ガッツダウン技なんで D 入ってますけども、完全これの方が強いということで、まあ、ただ接近戦が今まで噛みつきしかなかったのが電撃が使えるようになったとはでかいですね。でもやっぱり最初の噛みつきとかあの引っかきっていうのは消費ガッツがすごい少ない低コストな技なんでね、この辺もやっぱりね、大事は大事なんですよね。一番低コストで打てるんで。アイテム安売りか。元気みたい。もう一回休ませよ、まあ、修行明けなんで2回しっかり休ませて、5月の4週にまた双子の水差し杯がありますんで、そちら出て双子の水差しを2つ目ゲットしたいと思います。双子の水差しはね、何個持っててもね、いいんですよ。重ね掛け効果できますから。1匹目で取っておくと2匹目以降の育成がかなり楽になるんでね。よし。ストレス溜まってる。マジで？マジで？じゃあアイテムあげちゃう。受け取れ。お前のストレスを解消してやろう、俺が。よし。まあ、そんなストレス溜まってる日々もこう、
違う違う違う、行かない行かない行かないよ。賢さ上げたんで、俺は命中上げたいんだよね。命中をやっぱ 450g 持ってきたいね。来い、よいしょ。まあこの辺は失敗しないね。まだまだまだ、でもちょっと能力値の上がりが悪くなんじゃねえかなって気がするんだよね。そろ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 ね、死が近づいてきてると思うんだよね。確実に着実に確実に死ぬ日が近づいてきてると思うんだけど、まだ大丈夫か。まだエピックいける子か。お前は優秀だな本当に。あ、読みよと。もうあと淡々と淡々と強くしていく、研ぎ澄ましていって、こいつが死ぬ前に、あーでもちょっと今6とか出たね。やっぱ上がり幅低いね。死ぬ前に C ランク1回上がりたいなっていう気はするんですよね、正直なこと言うと。C ランクに上がりたいなとは思いますけど、実現できるかどうかってとこですな。さあ行こう。双子の水差し杯、今はジェミニ杯です。まあ多分棄権する子が多いと思いますんで、まあすんなりは勝てるでしょうね。まあ D ランクで負けるっていうのはよっぽどっすな。もう全然技当たらんとか、確率の壁越えられた時ぐらいですね。さあ行こう。はい、 OKOKOK。 もう一回出てるから、一回出場してるから、俺たち2連覇しに来ただけだから、見せてやろう。よし、ミディアムと勝負、任せて、頑張る頑張る。もうちょちょいのちょいだからね。さあ来いよ、ボット来いよ。まあミディアムも防御なかなかな、余計が高いよね。さあ変えて、電撃に変えましたよと。当たりません、そんなん当たりません。おい、当たりません。はい、打ちます、当たります、勝ちます、ウィンウィン。66の HP のやつにこう200何本のダメージが入るやつを当てる、このクズっぷりね、この驚異的なクズプレイ。勝てばいいんだよ、勝てば。さてと、残り2体はもう危険でいっちゃねえかな。圧勝だと思うんだけど俺。どうするよ、カペラ君やるね。ほー、この俺とやろうというのか、面白い。後悔するんじゃねえぞ、ボコボコにしてやるからな。さあ来いや。はい、スタート。 11% やもんな、まず当たらんなこれは。うおー、当たってんだけど、嘘だろ。はい、霊気だ、ブリザード。殺せねえんだよな、意外と耐えんだよねこいつね。危ない。おい、霊気だ、アタック。はい、おり、お疲れさんです、お疲れさんです。今の霊気だ、一撃分だったよね。131って一撃で殺せる威力出てたのに、ブリザードの時に殺せてないっていうのは俺すごく納得いかねえんだけど。詐欺だよな、詐欺。ブリザードの方が強いんだぜ実質さ。一応よ、一応よ、全員挑んでくるね、すごいな。まあまあまあ、オール KO にして俺がお一宿いただくだけやけど、エピックの戦績がね、障害戦績が伸びるだけですよ。まあかかってきたお前、言っておくが手加減はしないよ、君を瞬殺してあげようじゃないか。まあまあまあ、打たせるで。はい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 、ジャブは結構危ないね、これ当たるね。フックもこの辺は当たるね。当たったね、いいのパンチ入った、顎にいいの入った、顎に、スルーは顎にいいの入った、お返しだぜ。これ俺からのレーダー受け取れ、アイビー、アイビー。まあ余裕かな。はっはっはっは。まあ、ザコは黙っておいでだ。優勝です、ティンクさん。おめでとう、ありがとう。エピック君、ありがとう。センキュー、センキュー。まあ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 、人気が 100% になっちゃったからね、これ以上もうなんか褒めるとこもないよね。ないんだけどね。Thank you! ありがとう。はっはっはっは。かゆ、今指の間が痒かった。すげえ。手湿疹みたいな感じになってんの。手湿疹ね、あれ何なんでしょうね。何が原因か分かんないけど、たまに出ますよね。ふっとね。よしよしよし。優勝おめでとう。これは褒めるよ。遊ばせないけどな。よし、そうだ、遊びを要求してこなかった君はいい子だ、素晴らしい。君はまだまだ、もっともっと高みを目指すんだ、高みを、もっともっと。
この一台なんだけどすげえ頑張ってる感出すんだよ。金たまったねー、たまったねー、お金。よーし、いいねいいね。2匹目はそんなカリカリして来た、出た、タリコさん。あれ、俺まだここクリアしてないんやけど。はい、まだ大陸が一つしかなかった頃、神様がモンスターを封じ込めた円盤石をまとめて隠した神殿があったという、その伝説の神殿がこの大陸にあるということをわしは突き止めたんじゃ。じゃっ、ちっちゃいやつ入ってくからね。はあ、じゃないっつって大発見さ。いかでもだら、はいはいはい、いろいろ邪魔をするものがあるらしい。そうなんだよ、冒険に行ってほしいと言われるわけですね。金もやるし、見つけたアイテムは何もかもあんたらにやると。そう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 、先生の知り合いなんですよこれね。もう今すぐ生かされるんですよ、今すぐ。こんな早かったっけ、もう一個ランク上がらなあかんやったっけ、あかんかったと思ったんやけどな。まさかだな、今回生かすとね、必ずイベントを見れるんですよ。行きましょうか。よし、いいよいいよ、生かそう。ただね、ライフが低いとね、あんまり良くないんですよね。うんうん、じゃあコルトが行きますと。じゃあ出発っつって、ほらほら、っつって行ってらっしゃい、頑張っておいで。ですね、もうモンスターファームにおいてこの冒険というのは非常に重要なものでございます。はい、これはかなり重要な要素です。と得られるアイテムはね、お金に、もう大会で稼ぐよりも大事なお金がいっぱいあります。そのなんていうかね、ダイヤモンドとかそういうのもありますし、合成に使う隠しアイテムっていうのもあります。伝説のモンスターたちを手に入れるために必要なアイテムもあります。はい、このフェニックス火山っていうのは一本道です。ここは練習です。冒険ってこういうもんなんだよっていう練習の場所なんで、ここは超簡単です。はいはい、ベースキャンプですね。軽く説明します。はい、ライフによって行動力ってのはこれなんですよね。ライフが低いモンスターは実は行動できる回数が少なくてですね、簡単に冒険終了になってしまうということで、エピックはすごいライフが低いんで嫌なんですよね、これ。うん。もうライフポイントですね、そう。一歩歩くごとに行動力が減っていって、調べたら歩くの邪魔な石などをどかしても減ってしまうと。はい。すべてく、そう。0、マイナス10になると冒険が終わってしまうと。寿命が減ってしまうんですよ。これなんですよ。このベースキャンプに、この140が減る前に戻ってこないといけないんですよ。でもエピックは多いモンスターだとね、もっとあるんですけど、でここはフェニックス火山は真ん中の山のあそこに行くのが目的です。ここはそこしか行けません。でそこしか行けなくて、賢さが高いとそこでめっちゃいいアイテムを1個だけ手に入れることができます。今回初回の得点みたいな感じで。道取れるかこれ、大丈夫か、取れたね。エピックは賢さが高いから持ってきてくれる気がするんだけどな。はい、行こう。あーやばい、力が少ないか、やばい、力が少なすぎる。いった、よし、やばいね、いけるかな。ほら、穴臭い。違う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 、円盤石まつわるその伝説がここに眠ってる気配ね。白線の勘や。そう、さあ行きましょう。急に止めてしまって申し訳ありません、ティンクです。ですね、ここから後の部分はですね、実はちゃんと収録してたんですけれども、一部音声と映像が途切れ途切れになってしまってます。で、その綺麗なゲーム、画質の高いゲーム、プレステ3のゲームとかそういうのをやってる時には何もないのに、今回のゲームでプレステの時代のゲームですよ、こんな古いゲームでなってしまって、容量の問題じゃなくて、おそらくディスクに傷とかそういうディスク自体の劣化っていうのがあったんだと思います。だからちょっと映像に乱れ等があった、読み込みのミスがあったんじゃないかなと思います。まあ古いカセットを使ってるんで、いかんせんそういうこと今後あるかもしれません。そういう時気づけば、この濁されるけどね。うん。エピックは大丈夫ですよ。さあ、中を探そう。はい。さあ、レアアイテム取れるかな？取ってきてくれ、頼む。ここは1個あんだよ。それさえ取ってきてから、もうあとは何もいらない。ここは1個取ってきたいアイテムあります。来た！うわー！来た！炎の羽！これがレアアイテムですね。よし。いらない、もうこれだけでいい、これだけでいい、帰ろう。行動力がないんでね、全然。さっきの炎の羽っていうのはですね、特殊アイテムになりまして、まあモンスターファームにおいてですね、合成っていう要素があるんですけども、合成することで強いモンスターが生まれるんですけど、伝説のモンスターたちはですね、その時にですね、何かを混ぜるとそのモンスターになるんですね。そう、炎の羽はですね、使うと火の鳥がモンスターができます。
ということで、火の鳥を作るのに必要なのがあの羽なんですね。これが欲しかった。これだけ。収穫もあった。おう、成功。よし、これだけです。ここで目的はこれだけですね。賢さ低いと当然取れません。強制イベントじゃないので賢さ低いと取れないんですけれども、まあおまけですね、今後炎の羽を手に入れようと思ったら結構めんどくさいんですよ。もうここだけです。ここが一番簡単にスパッと手に入れられるところになります。いやー、よかったよかった。めんどくさいからね、ここで手に入れとかないとやっぱり。よし、よかったよかった。今回の冒険は火の鳥はめっちゃ強いです。キャラとしてはかなり強いモンスターですね。シャオラ苦手なとこはないんだよね。確か火の鳥は上がりにくい能力値っていうのは確かね全然ないはず。万能なんですよね。おう、じゃあ出てきた出てきた。急にどうしたどうした。来た、対抗戦来た。そう、隣大陸のモンスター協会で FIMBA っていうのは1の時に、主人公とか所属してた協会です。1はこっちここなんですよね。でこっちがあの IMA ってとこなんですよね。4年に一度各グレードから代表を選んで5対5で戦う対抗戦というのがあります。今月末の代表選考選抜大会で優勝すれば、よし来た、目指してみるよ。当たり前だぜ、やるんだよこれは。今月末、よし、エピック対抗戦出そうぜ。ですね、これですね、二大陸高専のグレード D 選抜。二大陸高専はね、燃えますよ。なぜなら、この二大陸高専というのはですね、まあ、1をプレイした人には嬉しいおまけがあるのに、プラスして、もう一個ね、すごく大事な要素があります。それはですね、二大陸高専に出場したら、追加でモンスターが何匹か再生できるようになるんですよ。そういう特典がありますって、必ず出場しなくてはいけない。よし、来た。二大陸高専で暴れようかね。おー、二大陸高専の日に、ベストな、この隊長になって帰ってきますよ。よし、来た。来たぜ。すごく元気な状態で対抗戦に来て、ここで終わりたいと思います。今回は。3歳ということで、もう間もなく死も近くなってきたとこでしょうか。まあ、ほどさん見ますか、これですよ。ええ。あ、そして、羽ペンニアも。羽ペンに使おうとしてるとこかな。よし、じゃあセーブしてやめましょう、今回は。次回、二大陸高専に出場しますよ。まあ、グレート選抜終わった後、本戦がありますんで、本戦はなかなかまた、ワンを知ってる人には嬉しい演出もあったりということがあったりですね、非常に面白いので、お楽しみに。じゃあ、今回はここまでにしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。また次のパートを見てください。それでは、お疲れ様です。